メガサーブ TV。 かっこいい、4艇並んでる、4艇並んでる。前日プラ開始、前日プラ開始。おはようございます。2019年9月28日土曜日。はい、とうとうもうね、 JB 桧原湖も最終戦となるわけですの前日プラクティスに来ました。ちょっとね、予想に反して、ただいま9時なんですけど、9時半かも。予想に反してちょっとね、風ねえどこだと暑いよこれ。防寒対策バンバンできたんですけど、半袖でもいけちゃうんじゃねえぐらいです。なわけで自分のお魚探しします。で、今回のメガサブ TV は、まあいつもとちょっと変えまして、変える、まあね、変わってるかなぐらいで見ててくれればいいんですけど、じゃあその前日プラクティスって何してるのっていうところで、今日のメガサブのプラクティスの様子をちょっと解説交えながらやっていきたいと思います。で、今ね、小高森スロープ前から下ろしたんですけども、ここのスロープ前ってこの時期になると、まあそれなりに釣れる場所なんですけど、とりあえず今のところ何をしているかというと、魚探の映像を見てます。で、周りにもね、今下ろし始めた人たちとか、あと今日 J2 行われてるんで、 J2 で藤井さん大好きだなこの場所ね。で、ちょっと見てますが、ここをサクッと魚探が消したら次はしないです。次のところに移動します。おはよう。で、小高スロープ前とりあえず流したんで、今ちょっとあと気になるシャロー、スピナーベイト巻きます。とりあえず釣れる釣れねえじゃなくて、流したいってだけで、ね、要はシャロースピナーベイト巻いて、ね、なんかシャローの雰囲気見ながら巻いて、釣れたら釣れた、釣れないなら釣れないです。一通りシャローをスピナーベイトで流しましたが、何の反応もないし、感じるものがないんで、またちょっとディープの魚探がけをしながら次のエリアに行くのであります。こうやって見づれえかな。めっちゃ沖の中層ベイトいるよこれ。こいつらが寄ってくれればいいんだけどね。ほら、ダメだこれ。あー、これでもう俺の頭の中悩んだ。こんなの釣れちゃダメなんですけどね。ちょっと予想外すぎんのこのサイズは。これはちっちゃすぎっぱい。マジか。ケンさんが後ろに今来てね、まあいつも自分の大好きな場所、魚探かけた感じだと、まあサイズは分かんねえけど魚はいるなって感じで、ここはもうピンに置いとくと食うって感じなんで、そのピン通したら一発で食ったんだけど、超ちっちゃかった。まあ魚はいること確認できたんで、サイズはとりあえず置いといて、また違う場所に行きます。1投目で反応あったけどバレた。あっさりバイトあったよ。とりあえず移動したエリアではね、魚探見てまあいそうだなって感じで1投目でワンバイト取ったんですけど、かかんなかったけど、まあ魚はいる。まあ魚はいるってかね、どこでも魚はいいんだけど、釣りやすい魚っていうか、ね、人それぞれいろんな探し方あると思うんですけど、自分はどちらかというとあんまり先端に突っ込まないんで、人が浮いてないエリアで自分しか取れない魚はいないかっていうので、どっちかというと探すかな。で、ね、今ワンバイトは取ったんだけど、魚探見る限りバスはいいんだけどね、全然ベイト映んねえんだよね。そういう時はまあお魚さん
バスさんがいつも餌を食べるであろうポイントだけを回ってあげるみたいな感じで魚探かけてます。もう微妙かな、まあ、とりあえず11時49分南の気になる場所は見て回って、こんな感じかな。午前中が終わっちゃった。1時になったよ。 JB2 の方々は全員してるみたいです。午前中キーパーゼロです。一歩も釣れてません。まあ想定内です。とりあえず自分が気になるディープ3箇所で軽く振って一本ドンキ、あとはシャローを、まあ、適当にいろいろ流しまして、具合をウィードの具合だったり魚の具合だったり釣れなくてもいいんです。こんな感じでお昼になりました。読めねえってか見えねえ。牛焼きマヨネーズ巻き、もう明日はねプロ戦2戦0やってんで、もう失うものは何もないです。いただきます。重いなこれ。おい鼻不足で失うものはないから勝負してもいいんだけど、勝負するにしても魚を見つけないと勝負できないわけですよ。でも今日今のところ一本も見つけてません。勝負できる魚かなり減衰したね。2週間で中で50センチは減ってるよね。スタンプ見えてなかったらみんな見えてもんで、思うにはシャロー勝負と行きたいんですけど、あの何シャローでさスピナーウェイトとか巻いてさ、それなりにキーパー取れんだったらシャローだけでもね、なんとか揃えられるしキッカー持って考えられるんだけど、今まあまあ散々スピナーウェイト巻いたけど、今後の内容一匹間違ってかかってバレちゃったけど、それだけ。水温は18度から20度、場所によって結構違う。今これぬか裏入ってきたんだけど、でぬか裏は20度あります。なんか脇って感じじゃねえんだよな。南より北の方が水はきれいなんだ。とりあえずただ魚を積んだったらば、まあね釣れると思うんだけど、サイズ狙うべとなって結構きついんじゃないの。飲んでもう一個ハムカツ卵キャベツ入りって書いてあるってことさ、キャベツねえやつもある、キャベツなしもある。あね、食いすぎだな。うっそ雨降ってきたよ。キャベツ入りキャベツの芯入ってんだけど、キャベツの芯、ご飯を食べて、その後ぬか裏さーっと流して目で見て、なくはないとは思いますが難しいですねこれ判断が。どういうタイミングで明日見に来るか入るか、ね、とりあえずあとちょっとバンクのディープ全く手つけてないんで、気になるシャローを一箇所見てからバンクのディープちょっといたずらします。
ちょっとあの早稲田は苦手なんで、早稲田うまい人のちょっと動画撮っておこうかなと思って。明日釣れろ。明日釣れてくれ。800、900。85。ね、そんなわけで今ね、最後に入ったハンプがまあまあベイトいないんだけど、バス釣れたし、まあ一本バラしたし打つんだよね。でも試合に例えると全然試合時間じゃないんですよ。だからこれがどこまで生きるかっていうので分かんないんですけど、今日は要は自分が気になるディープ何箇所、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所で、まあ魚釣れるなと思ったとこが2箇所プラス今ここ最後の場所、あとはまあなんていうのかな、釣れなくはないと思うんですけど確信がない場所なんで、そういうところだと集中力が続かないんで、自分が確信持てる場所っていうのをやっぱ2箇所ぐらい作っておいた方がいいなと。で、シャローに関しては追っかけてきたのはいたんですけど、そんな大きくないし特大サイズを見つけたわけでもないっていうことは、じゃあ明日はシャローをやらないのかって言ったら、まあそれは試合中にベース2000ね、極端な話2300で揃ったとしたらそこから探しに行けますし、まあいろいろありますけど、私のプラはこんな感じでね、自分が次の日集中してできる場所を探すみたいなイメージで、これすげえよ、ほら14m の8m、10m、2m、4m。こんなわけで前日プラクティス終了となります。片付けやって明日の準備します。ご視聴ありがとうございました。まあね、プラクティス要は練習の仕方っていうのはね、各個人個人で違うと思いますが、メガサブ的にはまあ毎度こんなような感じかな。ご参考になれば。